体も心も癒し、そして今は懐も癒す。白い白衣を脱ぎ捨てて、今は水上のエンジェルとなるか。まもさき桃江選手です。よろしくお願いします。ちょっとびっくりしたんやけど、滋賀支部やんな。あ、そうです。滋賀支部やもんで、ちょっと僕昨日気軽に声かけて、はい、言うたらデータ見たら北海道出身なんや。はい。なんで滋賀支部？看護学生の時から京都に来てて、でそのまま仕事も京都でしてたんで、9年ぐらい京都にいて、ほう。でその時に琵琶湖ボートも知ったの でそのまま滋賀支部にお世話になってます。あ、そういうことなんや。はい。あれやで、あの北海道で生まれて、はい、滋賀県で育つっていうのは、はい、もうサラブレッドか孫先ぐらいやで。そうですね。今みたいな生活してます、ね。まあそうや。ちなみに僕ね、今日朝滋賀県の立東トレーニングセンターで取材して、はい、今日ここに来てる。朝も朝から、はい、そうなの。今日はもうだから平和の方で、孫先桃湯には永遠に常滑戻ってきたいなもん。ありがとうございます。ありがとうございます。ボート入る前に看護師を今やってたということですけど、はいはい、なんで看護師からボートレーサーなんて全然違うやんか。そうですね。でもなんかあの新天地を探していて、あの勤めてた病院を辞めることを決めていて、で、まあ、海外行こうかな、で何しようかな悩んでた時に、まあ、看護師続けるつもりだったんですけど、たまたま出会ったボートレースっていうのに魅了されて、あんま今しかできないことだし、なんかあの調べてみると、なんかすごい、何ですか、ボランティアで、自分が頑張れば頑張る分だけなんか社会貢献できるぞと、できるのかな、みたいな思ったんですけど、すごいな、看護師から今は自分のことで精一杯で、全然そこまでも、まだそこまでね、そこまで、まだだって今年デビューしたばっかりでしょ。もう1年ですね、ちょうど。あ、これで1年経つんだ、はい。まあそりゃまだまだね、これからや、はい。ああ、そのでも社会貢献をしたいっていうのは、はい、なんか壮大なプランというか夢みたいなのあんの？いや、もう私は自分が行きたいので。その現地へ行きたい。はい。うん。から、まあ老後老後まあ50歳ぐらいからのプランとして、うん、若いで老後50歳怒られる人いっぱいおるんだよ。老後の人何人かおるで、ほんまに。言い過ぎです。皆さんに、その老後という歌も、うん、まあ、自分ができる限りやった上で、うん、そうですね、最終的にはもう骨を埋めるつもりでどっか行きたいなとは思ってます。その困った国とかに行って、はい、このボートレーサーでこの蓄財したものを、はい、その国の子供のたちのためみたいな。そこまで貯まればいいんですけどね。ちょっと今は自分が生活からにも必死なぐらいです。日高いつこ選手で8億円とか9億円って言われてるからね。それだけじゃまだ足りてる。いやいや、もう十分ですね。十分、はい。でも世のため人のためになりたいがために看護師にはやっぱりなった。いや、看護師になる時ももう勢いだったんで、全然何も考えてなくて、でも看護師になってからやっぱり尊敬する看護師さんとかお医者さんとかと出会って、あ、すごい仕事だと思ってもうしっかり頑張ってたんですけど、だからまた復帰したいなっていう思いもあります。あ、看護師にまた復帰したいなという思いもある。はい、そのボートレース、ここに来た以上ここでしっかり頑張って、そこからまた次のステップとして、まあ、夢です。夢。いや、でもすごいわ。プランいや、ボートレーサーだけなのに、もう一回年重ねてから看護師に戻りたいっていう、ほんま、心の中からあれやね、ほんま、もう看護師というか、こう人のために役に立ちたいっていう。やりたいんですね、行きたい、どっかに。せっかく手に職を持って、看護師もさせてもらってたので、まあ、しかし、どうですか、でも1年レースしてきて。厳しいですね。厳しいです。今回近畿一人でしょ。はい。余計に厳しいんじゃない。そうですね。不安な面はありますけど、あ、でも女子戦なんで、うん、あの女子の先輩方もたくさん助けてくださるんで、はい。どこの目は？初めてです。あ、余計に本ならもう右も左もわからんままに。はい、はい、もう目、あの迷路みたいになって目は合ってます。まあしかし、はい、あのね、孫崎桃代は、はい、もう。この幸いにもお美しい容姿で、いや、とんでもございません。不安が多いから、とんでもございません。あの早く船券になってあげんと不安破産するからな。そうですね、うん、しっかり絡みたいです。
今節どうですか、初日を終えましたけれども。モーターはすごいいいやつもらったんですけど、うん、スリット超えてから伸びるんで、うんうん、まあ、私スタート勝負できないんですけど、うん、フライング。そうやね、今2本持ってるから。でもスタート行かなくてもしっかり勝負できる足かなと思ってます。じゃあ本節はちょっといい配当を不安に提供できそうですか。はい、ちょっとさっき転覆しちゃったんで、あの終点でモーターがどうなってるか分からないですけど、ちなみにご覧いただいている皆さん、先ほど赤澤選手の後ろでものすごい爆音のモーター音してたと思いますが、あのモーター音は孫崎選手が何ですかね、試運転っていうの、修理した後にね、水槽運転、はい、はい、してた音なんで、はい、すいませんでした私ですまあでも A モーターということなんで期待してます。そうですね、はいはい、それでは孫崎桃代不安に最後メッセージください。はい、フライング2本持ってるんですけど、しっかり走りますので応援よろしくお願いします。